皆様こんにちは。彫刻アカデミーエディケーターの一色と申します。僕が普段、サロンワークさせていただいている中で、お客様に支持していただいている、ファッションとヘアを関連付けたものっていうのを打ち出してるんですけど、それがやっぱりお客様にたくさん支持していただいて、インスタグラムを見て来ていただくっていうことがすごくたくさんあって、今までまあ特に外には出してなかったんですけど、この彫刻アカデミーで初めて自分の技術だったりとか、あとはよく美容師さんからも質問をいただくんですけれども、写真を撮る時の編集の仕方とか撮り方とか、そこまで全部お見せしようかなと思いますので、今日はブリーチを使ったハイトーンカラーを彫刻カラーを使って表現していこうかなと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。今日のモデルさんのビフォーになります。顔周りちょっと切り込んだマッシュルフの状態で、カラーの履歴がリタッチが 1.5 センチぐらいの、前回のブリーチ1回分のところが2センチぐらい、3センチぐらいですかねぐらいあって、その以降がブリーチ3回分ぐらいになります。で今日はまずはリタッチから塗っていって、しっかり明るくなったらここまで伸ばしていきます。でここまでが、しっかり 18.5 レベルぐらいまで、到達すれば、毛先に軽く残留を取るのに伸ばしてから、すぐ流すっていう形で、やっていこうかなと思います。ブリーチ作ります。ブリーチは、彫刻リッチクリスタルプラスを、まずは1剤で 60g。これの良さは粉がすごくきめ細かいので、ブリーチムラになりづらいですね。ダイヤモンドをブリーチに対して 10% 入れます。ダイヤモンドを入れるとブリーチがさらに安定して、こうブリーチ剤がこう膨潤する、あの現象をある程度防いでくれるので、安定感が全然増しますね。でオキシ 6% をこれに対して倍入れます。こちらケラチンブースト、これを1袋入れていきます。ケラチンは髪の毛の強度を上げてくれます。そして、こちら、コラーゲンブースト、これも、1袋入れていきます。でコラーゲンブーストは髪の毛のツヤ感をしっかり出してくれるので、ツヤツヤに仕上がります。でこれで混ぜていきます。まず最初リタッチ一周塗ります。菊池瑞希です、お願いします。アシスタント菊ちゃんです、お願いします。まずは最初スピード、手早く一周全体塗ります。で2周目のチェックで細かく薄くしっかりチェックしていくっていう方法でいつもやってます。この時のポイントはリタッチ幅はまあオーバーラップしないように、2周目でしっかり細かくチェックしていくんで、1周目のこの塗布はあんまり溜めすぎずにできるだけ手早く塗っていくっていうことを意識してやってます。で僕はいつもアシスタントと2人で塗るときは、僕が2周目のチェックを全部やりたいので、アシスタントの方はもう1周目で出来上がりができるぐらいまで細かく塗ってもらって、で僕の方が2周目終わるぐらいまで塗り続けてもらって、そこから僕がチェックに入るっていう感じでいつもやってます。ブリーチ置く時の境目の意識は、じゃあさっき2周目でしっかりチェックするって言ったんで、1周目の時はどっちかっていうとちょっと遠慮気味に置いてます。あんまりこの時点でもう本当にぴったりぴったり狙いすぎちゃうと、2周目の時にどうしてもオーバーラップしちゃうんで、1周目はどっちかっていうとちょっと遠慮気味に置いていく感じで、根元の塗布量はできる限り、ゼロテクちょっと開けるイメージで、根元の塗布量よりも境目の塗布量が多くなるようにをイメージして塗っていきます。できるだけこの髪が寄らないようにを意識して、この毛があんまりこっちにグッてなりすぎないように、できるだけまっすぐ上に上げるで塗っていくのが一番のポイントですね。ここをこうならない、こう上にしっかり上げる。この辺は明るくなりやすいから塗布量少なくカスカスでチェックで、チェックのポイント、僕なりのポイントなんですけど、この時に髪の毛が普段落ちる位置っていうのをすごい意識してチェックした方がいいなって思ってて、なのでブロッキングをこう取ります。
これはここの髪の毛は普段生えてる方向がこっちではなくてここに落ちてくるから、そこの落ちてくるところに塗り収めたいから、こっちをこれぐらいの幅でこう塗っていって、でこっちをこう塗っていって、塗り終わりがこうなるように、このバックとサイドでブロッキングを分けますってすると、このブロッキングのラインがどうしてもこう毛が集まっちゃって上がりが弱くなるっていうのがやっぱよくあることだと思うので、それをなくすように、このサイドとバックのブロッキングの間をなくすような塗り方っていうのを意識してやってます。ちょっとやっていきます。まずはアンダーから、さっき根元ある程度塗ってるので、今回はリバイタルラインにしっかり溜めていくようなイメージ、ここですね。で根元はあんまベタではつけない、ちょっとカスカスってなるイメージで、ここも髪の毛をこっちに寄せるんじゃなくて、こう開く、寄せなくて開くイメージでコーミングで、ここにしっかり寄るんじゃなくて開く、髪を作ってあげて乗せていく。でスライスはできるだけ薄く、髪を開く、でそこに対して乗せる、乗せる、髪を開く、開く。こっちもここから生えてるのはこっちに生えてるんではなくて、よいしょ、ここに髪の毛が生えてるから、こっちにしちゃうとここが集まっちゃって明るくなる力が弱くなっちゃうので、均等にブリーチ剤を溜めるためにはここをしっかり落ちる位置を意識して溜めていくっていうのが大事になってくるかなと思います。残りの髪の毛を持ってる部分以外の毛でしっかりこう引っ張って引っ張って、できるだけ髪の毛を開いてあげて、それに対して乗せていく、乗せていく。ここの髪の毛を開くっていう作業をするだけで全然均一な上がり具合、このブロッキングラインの綺麗さが変わってくるんで。ただ強極のこのブリーチはとてもクリーミーで髪の毛に馴染みがすごくいいので、ここまでやらなくても馴染んでくれるんで結構明るくなりやすいかなと思うんですけど、ちょっと固めのブリーチとかだとこの作業をしっかりしないとこのブロッキングのラインが明るくならないということがあるので、そこは気をつけてもらいたいなと思います。ではサイドに入ります。ここのこのラインにつながっていくように斜めのスライスを取っていきます。こうですね、このスライス。 Increase the number of customers you have while also increasing earnings per customer, thereby increasing your overall income. If you work seriously for many years, you can maintain a good standard of living despite more than 200,000 competing salons in Japan. The industry will continue to struggle with lots of customers who rely on discount coupons, but you will be able to continue to stay strong. Other businesses, including beauty businesses,may think of hairdressers as worker bees strenuously collecting nectar. And who would be attracted to the beauty industry under such circumstances? Maintaining a cutting fee of 20,000 yen, but still have customers willing to make appointments 2 months in advance. The most important element of fashion is hair design. It is time to change the industry back to a valuable industry that is led by top professionals. Try to imagine.Up until a year ago, your booking schedule was dependent on last-minute bookings or walk-ins. Now, your schedule is fully booked 2 months in advance. Almost 100% of your customers will make their next reservation before leaving the salon to be able to book you and to make their visit to the salon a part of their lifestyle. Enriching and upgrading your future and the opportunities you have will make your life more enjoyable. Kyoku Academy Advance.Is an online academy that continues to progress and changes with the times. We continuously offer suggestions and learnings that are in fashion and of the time while valuing the basics. Our original coloring course sets the standards and create trends. It's an innovation of beauty itself. Our care course focuses on keeping hair in the best condition without weakening or damaging it. Lectures also focus on how to attract customers
and respond to the rapidly changing social media environment, SNS. All our online courses will add value to you as a hair artist. Learn while commuting, during breaks at school, while taking a bath. Learn anytime, anywhere. Click on the Kyoku Academy website and start creating an incredible life for yourself from the moment you click. Let's enjoy learning and creating an awesome future together.